全国1億2000万人の麻雀スリアルチャンネルファンの皆様、こんにちは。本日はスリアル村へようこそ。私、村長を務めておりますビリー・ヘリントンファン第1919号トヨピーです。よろしくお願いします。何それ、え知らないんですか、うん、もっとニコニコ動画を見てください皆さん。へー、視聴者は盛り上がってるわけ、ね、盛り上がってますね。今ドッカンドッカンしてるわけですね。もう今ドッカンドッカンしてますね。本当かよ。ほどほどにすごいですね。歪みねえな、歪みねえよ、ほんと。さあ、というわけで、本日もね、最初のゲームでは視聴者の皆様にプレイヤーの役職を公開しながらご覧いただき、そして2ゲーム以降はですね、役職を明かさずにプレイヤーと一緒に推理していただく形となりますので、どうぞ最後まで、今日も頭から尻尾の先まであんこたっぷり参戦やりますんで、ぜひごゆっくりお楽しみください。さあ、それではまず最初にルールの確認を簡単にしていこう。はい、ドン、はい、来ました。さあ、読んでください。ルールの文を読んでください。読み終えたら合図をしてください。次に行きます。読み終えたらウェイってしといて。もっと惜しいや、ウェイ。はい、じゃあ簡単に行きます。ゲームの目的です。プレイヤーは人狼陣営と村人陣営に分かれ、自分の属する側を勝利に導くのが目的です。勝利条件は、人間陣営は人狼を全滅させること、人狼陣営は人間陣営の数を生き残っている人狼と同数にすることです。ゲームの進行は昼のターンと夜のターンに分かれております。昼のターンでは村人全員で話し合いが行われ、最も疑わしい人物を投票で決定し、最多得票の人物がゲームから除外されます。夜のターンでは人狼が村人を1人選んでゲームから除外します。また村人の中でも、役職を持っている人間は夜のターンで役割に沿った行動を決定しますので、この動向にも注目しましょう。さあ、次のページ行きましょう。ドーン。はい、まず、脱落者についてですね。死人に口なしということで吊るされたり噛まれたりしてゲームから脱落した人は速やかに退場。以後は特設ステージの天国ルームで村の行く末を見守ったり、視聴者とウェイしてください。そして、各役職の特性ですね。ここはもうザッと言います。書いてある通りです。基礎的なことは書いてある通りです。占い師なんですが、初任中はゲームマスターからお告げで1人人間を教えてもらっております。ただし、狂人も人間としてカウントされるので、その点はご注意ください。そして騎士は連続ガードができません。そして狂人は、誰が人狼かはわからないので頑張ってください。そして決戦投票です。2戦目以降ですね、昼パートで得票が同数になった場合は決戦投票が行われますが、それでも決まらない場合は視聴者アンケートで決定いたします。1戦目は役職を公開しているので、決戦投票でも決まらなかった場合は、ランダムでカードを引いてもらって1人脱落となります。さあ、というわけでルールは以上で、今日もね、楽しく楽しく番組を盛り上げてくれる素敵な選手たちを紹介しましょう。今日こそボスから行こうかな。さあ、それではケルビンさんどうぞ。はい、日本プロ麻雀協会のケルビンです。この間ですね、今日将棋の棋士さんが、プロ棋士の方がですね3人いらっしゃるということでですね、まあ、伊藤先生はよく練習会とかでもやったりだとか、まあ、この番組は準レギュラーみたいなとこあるので、やったことあるんですから
やったことあるんでいいんですけど、残りの2人ですね、いいんですけど、まあ、樋口さんもいないしね、まあいいんですけど、残りの2人、村中先生と香川さんはちょっと初対面だったので、この間ちょっと秘密の練習会で、中田先生にですね、ちょっとアドバイスをもらってきたところ、村中先生は、どっちの陣営でも、ちょっと最近は村中君はちょっとわからないなと言って、アドバイスらしてですね、香川君は、キレさせると何を言われるかわかんないから気をつけたと言われる。ちょっとまあそのアドバイスをですね、利用してですね、まあ今日は2人を、どっちの陣営か見極めたいと思っています。頑張ります。よろしくお願いします。さあ、それではお隣どうぞ。はい、最高位戦日本プロ麻雀協会の中島和正です。今ケルビンの話していた村中先生と香川先生のアドバイスをめちゃくちゃ聞いていたんですが、あんまり役に立たないようなであとですね、ちょっと最近暑くなってきたなと思いまして、でこの村のこのポジションもすごい今暑いです。この後多分自己紹介でなんとなく分かると思います。よろしくお願いします。来たんない来たんない来たんない。さあ、それでは氷山の一角どうぞ。氷山?D の一角じゃないよ。皆さんこんにちは、最高位戦の新井慶文です。どうもこんにちは。昨日に引き続いてですね、そして明日も出ちゃいますけどね。で、今日は将棋の先生3人入って人狼ということで、この大好きな将棋の棋士の先生方と一緒にゲームできるなんて、ほんとこのゲームはね素晴らしい。で、大人が真剣にね、こうなんかガチガチやっちゃってね、今日もう目いっぱいやっていきたいと思うんですけど、あとねちょっとボスがちょっと今日はね、なんかいろいろ今日また紙行ってきたんですけど、ちょっとそれの関係でボスのネタが一つあるんで、あとねちょっと時間あればお話しようかなと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ新井さんがすぐ死んだら、いや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 、話せなかったらすいません。みんな楽しみです。さあ、それでは2号どうぞ。はい、3号、はい、最高位戦日本プロ麻雀協会の田中陽です。暑いですね。うまいですね。でもよろしくお願いします。今太ったね、昔より。いや、あのね、これね、ズボン、さらに太った。ズボンがね、まあ、この横幅じゃん。この横幅、違う、違う、ズボンがこれね、細いからそう見えるだけなんだ。あ、わかる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 、じゃあベルトのポジション異様に低いっすよ。いや、しょうがない、乗ってるから、しょうがない。分かる、乗ってる、すごい、はい、乗るんだよ、ズボンがね。よろしくお願いします。乗りますね。さあ、それでは最後を務めるのはこの男。最後RMU の方から来ました、D の世界、左サイドバックの、まあ僕ちょっと爽やかな方だと思うんですけど、僕何のスポーツやってたか分かりますか？そうですね、テニスですね。爽やかなんで、爽やかなプロレスでしょ。はい、昨日ちょっと久々にテニスだったんで、ラグビー、ラグビー、転んじゃって怪我しちゃったんですよ。もうほんとね、怪我しちゃってもう危なかったですよ。もう大怪我になんなくて、手物真似ができなくなっちゃって、はい、ラララララ、チャララ、手物まね、ホイニスライム。あ、これね、ホイニ、ホイニスライム、ホイニンだよ。わかるよ、わかるよ、わかるよ、わかるよ。もう超大受け、トヨピーが受け、トヨピーちょっとつぼ入っちゃう。今日も頑張ります。もうね、大好き。さあ、それでは隣のホイニスライム。やりにくそう。皆さん、こんにちは。日本プロ、もうね、デブゾーンが暑苦しすぎて、結構もうすでに疲れてますけど、はい、日本プロ麻雀協会の竹中誠です。今日はですね、まあ僕、人狼を始めて、特にここ1、2年は、お前人狼やりすぎて本業大丈夫かって言われてばっかなんですけど、その僕が一番この人を人狼ばっかやってて大丈夫かなって心配してる村中さんが村にお越しいただいたので、まあ結構ね、失礼な。今日決めたほうすぎて。いや、結構割とその、放送ではないとこでは一緒にやる機会が多いんですけど、放送で一緒にやるのは初めてなので、はい、頑張ろうと思います。よろしくお願いします。さあ、そしてお隣どうぞ。はい、日本プロ麻雀協会の水原明奈です。
年末以来のスリアロ村なんですけれども、今日誘っていただいて、あ、行きます行きますって軽いノリで答えたら、まさかこんなガチな村に放り込まれると思っていなくて、初登場の時の次ぐらいに緊張しています。まあ、やらかさないように頑張ります。よろしくお願いします。さあ、そして、なんとスリアロ村へは初登場、はい、どうぞ。はい、皆さんこんにちは、日本将棋連盟棋士の村中です。ですね、自己紹介いつも緊張する上に初めて来た村ということで、まあ、かなり緊張してます。そうですね、今日はあの香川さんと伊藤さんがいるんで、最悪2人を犠牲にしてでも引き上げます。なんとしてもね、村のために頑張って狼滅ぼしてやりたいと思います。頑張ります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、日本将棋連盟の女流棋士の香川と申します。スリアロ村には、初めて呼んでいただいて、すごい緊張してるんですけれども、今日はなんだか暑いのでですよね、わかる。要するにこいつらが暑いしな。たくましくいきたいと思いますので、よろしくお願いします。暑いならすぐ全員殺しますすぐ行っちゃう。冷房温度上げても飛び痩せます。そうしましょう、そうしましょう、痩せます、殺しましょう。さあ、そしどうぞ。皆さんこんにちは、スリアロ村では樋口清香さん、アルティメットではデイジーさん、最大トーナメントではユイさんのファンということをカミングアウトしておきます。あショイ会ラストウィークと伊藤慎吾ありがとうございました。全然ないっすね。怖いよ、怖いよ。香川さんを押す場所はないんですか。香川さんはファンですけどね。正直怖いんですよ。かなりやり込められたんで、推理していく方針でいきます。推理をしないと怒られますんでよ。理由が本当に怖いんです。わかりました、頑張ってください。さあ、そしてお隣どうぞ。皆さんこんにちは、日本プロ麻雀協会の大浜岳です。伊藤慎先生がマジで怖がって、多分ね、さっき画面で分かったと思うんですけど、ちょっとこっち寄りになってるんですよ。こっちに完全になんかならない15度くらい角度ついてて、そんなことない。そう、距離があるんですよね。こんなに可愛いのにね、ね、まなおちゃんのハートに、お鈍い音がするって。おお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 おトヨピーが大徳さんにやる。こっち側が痛くなった。これ痛いわ、ちょっとこっちが。ホイミー、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 すごい、ちゃんと出してきた。そのためか、ホイミー。頑張るな。さすがです。頑張ります。頑張りましょう。さあ、それではもう一回ビンタ行きますか。え、もう一回ビンタ行きますか。何の打ち合わせもしてないのに。はい、日本プロ麻雀連盟の小谷誠一郎です。僕実は伊藤先生とか村中先生とは、対面で何度かやったことあるんですけど、香川先生とはちょっと初めましてなので、そうなんですね。今日はちょっと伊藤先生に理由って言ってるアルティメット人狼の印象が強くて、だから記憶がないんですよ。誰か怪しいと思ってますか。え、児玉さんです。理由だから、もうチーンって見てる人もびっくりしちゃったんだ。フォローが出る自信しかなかった。ちょっと今日はそんな香川さんを見られるように、ちょっとみんなにその香川さんを引っ張り出そうと思いますので、はい、皆さんご協力よろしくお願いします。怖いよ。よろしくお願いします。さあ、それでは最後はやはりこの男、麻雀スリアロチャンネルの山田です。皆さん今日もよろしくお願いします。昼間に、今日は開催してるんですけど、水原さんが昼間の方がちょっと都合がいいっていう先ほど紹介したで、まず、まあ、昼間に今日放送が決まって水原さんじゃ出られるなと思って、まあ、水原さんすごい可愛いしね、出ていただこうと思った後にこういうガチなメンバーが後から決まって、僕ね、本当に水原さんは最近人狼もあまりされてない、まあ、見るのは見てるということなんですけど、あんまりされてないことですごく心配。
ただね、さっきの雰囲気見ると村だと思うんで。どんだけ水原押しは。めっちゃ押しつまいっすよね。どんだけ水原押しは。やっぱいるわ。まあ、いや、要は水原さんと一緒に今日は勝とうと思いますけど。香川さんも押してくださいじゃん。せっかく来てゲストゲストゲスト。香川さんは村かまだ狼かわかんないんで、ちょっと。はい。まあ、ということで今日もよろしくお願いします。さあ、それでは以上の素晴らしいメンツで最初の CM を行いたいと思います。いい音したんだな。さあ、立ち一人は大丈夫ですか。大丈夫ですか、大浜さん。あんまり大丈夫じゃない。じゃあ、僕、大徳さんのビンタの後、打ち上げずっと頭痛いなと思った軽い脳震盪でした。さあ、それでは痛みに耐えて頑張ってください。はい。さあ、それでは早速いきたいと思います。改めて確認ですが、占い師はゲームマスターからお告げとして最初人間を教えてもらっております。そして騎士は連続カードできません。そして1戦目は視聴者の皆様に役職を公開しますので、視聴者の皆様は神様の目線でちょっと1戦目は見守ってください。さあ、それでは早速いきます。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。村人たちはこの中から人に化けた狼、人狼だと思われる人物を1人選び、ゲームから除外していかなければいけません。初日の会議時間は9分になっております。それでは話し合いを始めてください。おはようございます。おはようございます。とりあえずですね、暑いっす。うん、何ですか、ちょっと待って、ってことで、この辺から釣りたいっていう風な、この4人いる、作戦始まってるのか、この4人でどうだ。じゃあ、お前を釣りたいんだよ、俺は。なんでだよ。じゃあ、僕はちょっと、はい、あの、445の方でいつものパターンありますよね、こう、まあ、いろいろあって、結局、5人を残して、そこから、今日の、あれ、今日の釣り対象にするっていう形の提案をしたいと思います。なるほど。で、どうやって決めるかは、残り4分ぐらいになった時に決めたいと思います。今僕、残り4分で分け方を決める。そうですね、だからそれまで議論で、要はもう一つヒント、あんまり全部言いたくないんで、ある人が、この人は村だと思う人を指名すると。だから先に4人出して、4人出した人がこの人村だと思うっていう人を4人出すと。で、残ったのが5人になるわけで、それが追対象になるっていう、まあ、基本で、その4人をどう選ぶかはもう、ごめん、任せてください。結構人いるんですよ、村で。あ、ボスが決めるんですか、それ。まあ、4人はだからランダムで僕がこういう決め方でやりますっていう。なるほど。ランダム、どう見てもらえる。第一印象ゲームだと、この中では新井さんが一番村っぽい。まあ、それでもいいんですけど。いや、村よかった、今。いや、僕はね、あのね、実は、まあ、村っぽいってこれ言っちゃっていいんですか、そういう話って。いいですよ。なんか、いや、あ、すいません、最初にあのトヨピーがあのいろんな話してるときに、村中さんがすんごいいろんな人キョロキョロ見てたんですよ、目線が、こっちで。他の人全然、トヨピーの目線緊張してるんですよ。いや、わかんない、みんなの表情見てるのかなって思って、なんかいつもそうなのかもしれないですけど、見るゲームじゃね。いや、他の人全然見てなかった、そのとき。みんなそっち見てるけど、村中さんはいろんな人。僕もホイミスライム。ちょ、川さんの発言をされます。はい、出てくっちゃって。私はどっちかっていうと、こっち側を見てたんですけど、印象としてはよく見てらっしゃるなと思ったし、真ん中の方は、まあ、比較的キョロキョロしやすいかなと思います。で、私は、竹中さんのことをちょっぴり疑ってます。もう疑ってますか。もう、じゃあ死ね。じゃあ死ね。理由。いや、違う。理由。理由を知りたいですね、疑ってるとしても。理由話すよりも、皆さんがどう思ってるかを今話します。そうですね、直感でそういうのはいいと思います。竹中は分かんないけど、中島は一切顔が変わってねえなと思って。俺考えてみたら、中島と向かいに座ることってほとんどなくて、いつも中島ってこんな隣なのよ。そうなんだよね、いつも。でも僕隣だけど、今日中島さんすげえなんか緊張ピリピリする空気は来てる。あ、やっぱそうだよね。なんかありそうかなと思った。やたら見られる、僕でも、やたら目が。あ、ちなみにこっちでここ4人が一番よく見えるんだけど、伊藤先生が一番キョロキョロしてる感じで見てた感じね。ボタンが一番目線動いてなかった。伊藤先生が川端さんを押さえすぎて、あんまこっち見てくれないから。なんか僕ちゃんまで肩に力入ってるようにも見えるかな。あー、なるほどね。うん、固めかなとは思う。けどやっぱり水原さん市民なんじゃないかな。ね、まあ、そうですよ。え、あのいいビンタしたからですか。やっぱり狼だとひよっちゃうと思うんですよね。ちょっとあんなに力入らない。そうか、なんかその理屈はよく分かんない。全然分かんない、分かんない。ただ狼ではないですよね。分かんない自分で言われる。なんかちょっと俺今のは
俺の中では怪しい怪しいっぽい。いや、そんなそう、俺逆だけどね。むしろ村っぽい。そんな路線に行かなくない？むしろ村っぽい。え、平さんどう？なんか僕ね、ほんとわかんないですよね。いや、いつも何にも言ってないもん。何にも言ってないですよ。何にもわかんねえなと思って。僕、村っぽいな、平さん。いや、でもね、実際意見なかったのは平さんの。そう、新井さんは振り込んだのがすごいなんかちゃんと全部見てるなっていうイメージはあったの今ね。ほんとわかんないですね。結局、最初に提案されてた作戦は、ボスがもうそろそろやりましょうか。いや、もうシーンです。やりましょうか。4人が村っぽい人を、そう、投票から発表。まあ、でもとにかくやってもらうのが、私ちょっとよくわかんなかったので。4人まず出します。で、出したら挙手みたいな感じ。いやいや、今日が5月何日でしたっけ？それか。29。5月29日から、こう、過ぎて誕生日近いと4人。なるほど。なるほど。だから、近そうな人、言ってください。6。5、6、7。5月の人。5月からでしょ。5月の人。残り5分。5月の人。先に言っとくと、ボスは1月3日生まれです。はい。いやいや、だから、なるほど。選べないっていうか。はいはいはい。6月、1月4日です。だから、今回やる。6月生まれの人。6月生まれ。いない。7月。7月。7人決定。8月。8月。あ、ここまで。なるほど。うわ、竹中君入ったか。もう、7月の方がいいと思うんだけど。8月20日です。竹中落ちてくると思ったらそんな提案しないで普通に行かないといけないですよ。この4人が各村だと思う人を一応理由付けでさせてもらって、そこは投票、釣り糸先から外れるって言います。ここも理由言ってると思うんで、村中先生。じゃあ僕、伊藤先生。よっと。村っぽいと思う人ですか？村っぽい。僕最初に言ったんですけど、新井さんって言ったんですけど、それはダメ。それは外さないでしょうですね。じゃあ平さん。僕、伊藤先生だったんだけどな。書いてください。おっと、水原さん。それはいいね。水原さん。やばい。ちょっとね、ボロボロ出てるよ。すっごい、いろいろこぼれてる。刺された人を。刺された方ですか？刺された方。刺された方。刺された。あ、田中伊藤です。田中伊藤です。この4人です。で、残った人間が今日の釣り候補に釣り候補立つ。じゃあ残りの方だったらしましょうか。そういうことか、私たちが村を刺されてる。あ、違います。これで釣り候補になろうかな。まあ、加賀さんはね、まあ今日は大丈夫でしょう。4回でも。いや、わかんないです。いや、まあ、初めてだったんで見てたんですけど、あの、結局ボスの作戦でずっと進行してるんですけど、いつもこんな感じでやるんですか？結構そんな感じで。僕辛いそうだから言っときますよ。僕占い師です。新井さんが村です。新井さんって誰を指定しましたっけ？村中先生です。はい。これはじゃあ出ます。ごめんなさい、霊媒師です。三択に近いと思ってる。出た。私は、ボスさんはやっぱ1月生まれでこの作戦を提案してらっしゃるから、私が外にいたらボスさんには投票しないです。一旦座っていいと思っていて、だから私かケルビンさんに投票していいと思ってるんだったら続ければいいと思うし、俺別にその理屈で勝って、別にボスが自分がそれに入らないから狼じゃないっていうのはなんか違うかなっていう気もするし、逆に議論の最中で竹中怪しいってさっき言ってたんだら、それを言わなかったのはどうかなって思うし。いや、僕今遅いかもしれないけど、竹中誠君と中島君が怪しいと思ってますよ。一応役職使用してるけれども、あ、だからその前から。あ、前から。村中さん、いや、だからボスは一応これ加川さんが言うように、普通に考えたらボスはこういう状況になる可能性が極めて高いっていうか、なったわけですよね。その上でその先の作戦ってのはなかったかなっていう心配した。結構赤目があったないの？別に僕が怪しいと思えば釣ればいいと思うよ。それ誰か言ってたね。じゃあケルビンの色は俺が出してやろう。来るなっつって。だからボスみたいな。俺はね。ここまでやっぱり人数が絞られても、この作戦は続行の方がいい。そうなんですよね。まあ、もうカミングアウト、ここで、例えば、老老が、例えばよ。まあ、もう中でも、まあ、あの、人がやと思うけど、老老やとしたら、もう出れなかったりもするんで、まあ、僕は。え、ケルビンさんと中島さん。例えば、老老。それだったら、後ろ出しとかして終わらせません？うん、あ、でも出たのが占い子、違う、さっきなんで。でも中島が別に占いで、あの、多分その理屈だと僕が対抗で出てきてケルビンにしろって言えば、そう、かなりしか言えない。そうすると逆に言うと僕もケルビンも村だっていう、逆の証明的に言うとそうなりますけど、この作戦は、はい、意見変えて、私は一人しか霊媒師が出てない段階だったら霊媒師の人を信じたいと思っているし、そこに狼狼って噛みついてるボスさんはちょっと怪しいなって思ってます。あ、わかりました。だから今逆説的に言います。だから自分も含めてですけども、僕が狼やったら囲ってくれたらいいわけですよね。
ケルビンを囲ったらいいように。だってケルビンさんが狼って決めつけてるってことですよね。はい、決めつけてないですよ。ローローだったら出にくい、うん、であのカミングアウトしにくいっていうケースはあり得るという一つのサンプルを出しただけ。私は普通に本物が座ったって思ってます。残り1分、うん、別にでも潜伏してる可能性は全然あると思いますよ。まあまあありますよね。これちょっとおかしいのが一人一人出てるじゃないですか、うん、もう出てもいいタイミングなんですよ、霊媒師占い師対抗、うん、でも対抗が出てないっていうのは対抗が出ない、出ない選択をしてるんですか。になってないから出ないっていうケースは、うん、いやそう出なくても普通だと思います。どういうことなのかなと思って。ボスはやっぱりこの状況を作ってると思うんで、ボス立ってるじゃないですか。でボスは僕は村目だと思ってるんですよ、これやるからには。ただ村目だと思うんですけど、ちょっと分かりづらいですね。結局こうなった先がこうなって結局証拠状態になっちゃって、要するに CO を流すまでが作戦だったのか、この先まだあるのかないの、ないんだったらここで話すしかない。残り30秒、はい、作戦としてはない。まだここからこの3人に入れるっていうのはあんまり僕は個人的にはやらないと。まあじゃあ一旦座りましょう。でまあ、なんか情報としてのことだっていう、じゃあまあそれを踏まえて投票ってことでいいですか、うんうん、それで、で、こことそこと、あ、ごめん、中島とガクちゃんと僕には入れない。そうですね、そこには入れないって。あ、そうですね、はい、うん、白出しし、あれ、中島を俺最初怪しいって言ってたんだけど、他に誰か言ってた、ケルビンも言ってたんだっけ。そうですね、ちょっと怪しい、他はいなかったっけ、うん、うーん、疑いづらいな、うん、話し合いはそれまでです。それでは投票タイムに移ります。投票したい方から自由に投票してください。うん、じゃあ投票しましょう。展望を僕からいきますね。今日の村の答弁の中でゴータがちょっと面白い発言をしていて、僕も伊藤先生を指名したかったんだけどなって言って、水原さんを指したのかな、水原さんか誰かを指したんですけど、それってオオカミだと多分言わない不必要な情報だと思うんですよ。伊藤先生を指したかったなんてことは。ってことはゴタはまあ村側の人間、津村っぽいなというのは感じました。で、中島さんが固かった理由も霊媒だったらまあちょっと若干納得いくの で僕は単純に怪しいと思ってるグレーの人から投票します。平さんです。はい、投票します。すみません、2票目で早くも重ねる感じになるので、先に入れます。平さんに入れます。私が、お話しした際も全然特に考察がなくて、あと誕生日でたまたまあの指名する方に当たって釣り対象にならなかっただけかなというふうに考えてます。平さんに。はい、はい、分かるはい、行こう、はい、よし。まあそうだね、多分今なんでこのタイミングでって言われるかもしれないですけど、僕が占い師です。で、まあ伊藤さんが白だからということですね。ケルビンが言ってくれてたんですけど、多分おそらく狼目線、僕が占い師になり得るので先にカミングアウトをしておきます。なので僕は新井さんが怪しいかなとかちょっと思ったんですが平さんに重ねたかったんだけど新井さんが入れてるからやめよう、田中さんにします。最初に立たされた人の中に狼がいると思います。ブーはい、僕は最初言った通り中島が怪しいと思ってた以外がちょっとまだ怪しいとこ目星がついてません。で比較的情報が少なめだった竹中に入れておきます。はい、投票します。まあ2票入ってますが、僕は、村っぽいと指名された中に狼の人がいてもおかしくないんじゃないかなと思ってます。まあ僕はそこに入ってる側なんですが、なのでまあその中だったらまあ、伊藤先生に入れようと思ってたんですけども、まあ五谷さんがカミングアウトあったんでやめます。水原さんに入れます。はい、はい、んいいですか。ちょっと悩んでたんですけど1票もらったので、でまず私霊媒師です、私が霊媒師です。なので本当は中島さんに入れたいんですけど、でも今エーロラってなっても、どうなんだろう。中島さんに入れて中島さんが釣れるか、ちょっと今日の方針を話す時間がないタイミングでカミングアウトしてしまったので、ちょっと今日はグレーから入れたいと思います。わかんないんですけど、ケルビンさん。はい、じゃあ私いきます。ちょっとレヘロラ教レヘロラしたいなと思います。中島に中島にちょっと入れておきましょう、はい、あ、いいですか。平さんは村っぽく見えるんですよね。で、騎士の中に潜伏人狼がいるとちょっとこのゲームお手上げなんで、僕は今日は霊媒のローラを推奨します。中島に入れましょう。
投票します。霊媒師、私も行きたいと思ってるんですけど、水原さんが人狼だったら遠慮しないで中島さんに入れてると思うから、この2人だったら中島さんの方が人狼っぽいかなって思います。投票しますかね。はい、そうですね、僕は平さんの票をすごい見たかったんですけど、水原さんに入れたんで、水原さんが狼だった場合、平さんはそこで入れる意味ないし、平さんが自分の助かる他の人に入れるべきだと思います。私は投票早かったケルビンさんにします。さあ、残り3秒。じゃあ、ちょっと、多分この感じだと霊能が乗ると思います。ケルビンは視力かなり苦っぽいと思ってるんで、2票集まってるのはちょっとよくわからなくて、あと平さんに集まりそうだったの2票の流れが変わりました。それだけちょっと覚えておいてください。残り2票、現在中島さんが3票、ケルビンさんと平さんが2票。じゃあ投票します。はい、やっぱり水原さんは本物ですよ。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。カミングアウトはやっぱり本物ですよ。絶対本物。ブレないな。ミスリードするよ今日は。じゃあ樋口さんいないからって他好き。いやいや違います違います。カミングアウト仕方です。五段次君が自分ゼロ票、伊藤先生もゼロ票やのにも出たのが、新狼でもしないけども神でもしないような気がするので、なんか強靭なのかなというふうに今は思ってます。なんかね、ゼロ票ゼロ票で出る意味をあんまり感じなかったです。まあ中島君は僕怪しいんで、明日はローラーじゃなくてもう1日ぐらい、もう2日ぐらい、もう3日ぐらい水原さんとしてみよう。怪しすぎだろ。どういうゲームだよ。それでは本日ゲームから除外されるのは中島さんでした。カメラに向かって何でもいいですよ。釣りアロ村はレイロラしなくて何回負けましたか。絶対に対抗したっつってください。要は僕釣りでも構いません。以上です。では天国ルームで村を頑張ってください。短い。初日多い。本当に結局D のゾーンから行きました、ね、それでは容疑者がゲームから除外されたにもかかわらず恐ろしい夜がやっていきます。あ、涼しくなった。行動に移ってください。確かに。はーい、死にました。短命ですね。まあ一応人気だったので、うん、まあ、はい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 、まあまあまあ、でもちゃんとこの村はレロラをやりきってくれますかね。なんか怪しい人が何人かいたので、なんせ、ね、あの可愛さじゃ無理だよ。なんかつらいよ。つっちゃうとかあれの二人いるんですよ。ねえ、つらたん。ただ、多分水原さん占いが二人出てきたので例外出てきてると思ってるので、まあどっちでもあるんですけれども、まあ狼はちょっとなさそうかなっていう感じですね。そうですね、あの初日に僕を釣ると次の日太鼓を釣られることが多いので、まあ、占いに狼が出たからっていうんで霊媒師をしてきてるっていう感じでしたね、うん、はい、もしくは中島さんが偽の方で自分が本当に死んだから出た神か、もう多重かって感じになりますかね。これで言うと、あ、神のパターンはそうですね、うん、全然そうですよね。ただもうちょっと早く出た方がいいと思いますね。かな、なんかでもなんかやっぱり霊媒ってお仕事したいじゃないですかって思うと、まあ、自分が釣り対象になくってそこまで噛まれそうだなとも思わないなら、あのまま神だったら別に潜伏しても明日出ても別に信用取れるとは思うんですけどね。そう、あ、でもこれ、あれなんですね、大浜狼か。そう、ちょっと意外でしたね。あ、意外でした。あの、打ち明け関わらずご単純偽だなと思いながら打ってたんですが、いや、わかんないですよね。って役職ぶっちゃけ本当見てないと本当わかんないんですよ、ね、でも途中コメントでもあったけど、うん、なんかそれこれクローズだったら超わかんないだろうなって言ってて、本当そうだなって思いました。うん、なるほど。答えを見ると、見ると、あ、俺は多分明日、うん、ごめんなさい、占いが五短字が伊藤先生を後ろ打ってますね。あ、そうですね。で、大浜は新井さん、新井さんが後ろ打ってますね。ほう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 。なんか占いかまなそうですね。狼出てるとやっぱりちょっと対抗は噛みづらいですよね。まあ芯っていうのは分かってるんだけど、ですけれども漂白とかで新井さん噛まれたりとかありそうですかね。あ、自分の信用を上げるためにまあ自分の白占いで語ってるんですけど、白を出した先を噛むことによって、ほら
僕の占い結果本当でしょっていうのをアピールするために噛むのはありそうですね。ありそうな気がするな。これは厳しいな。厳しいな。潜伏の位置が辛いですね。これ髪サラサラしてほしい。サランサラってこれ合ってんのかなパサンって全く、ま、イメージ今日は新井さんかな。カマレのそうですよね。で水原さんは黒を出せば巨人としての仕事最低限、はい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 、最低限っていうか、まあ、完璧ですね基本的に、まあ、対抗の信頼先っつってでかつ狼には巨人ですよっていうアピールが出るので、はいはい、村の雰囲気も多分霊媒で狼いるとしたら私じゃないかって、まあ、実際、ね、あの釣り候補で3人上がってるとこから霊媒使用してるので苦し紛れしいように見えつつ見えるから狼もあるよねっていう話ですよね。でしかも占いの方はだから心境だからまあ行かなくてもいいよみたいな感じではあるとちょっとねもうちょっと持っていきそうな気がする。ただこれって水原さん死んだったら割と噛まれ位置ですか。そんなことない。いや絶対噛まないですね。噛まない多分。そっかそっかそっか。新結果出してても多分噛まないと思いますね。ほう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 。とこれ、ちょっとメタの推理入るんですけど、五反寺は多分香川村中って占うことがないと思うのであんまりなんかだいぶ前の回かなんか見てた時に、はい、あのゲストで来てる人を占わない写真みたいな感じだったので、最初の方だけとかじゃなくてなんかやっぱりかまりやすくなっちゃうからとか占わなそうな感じでしたね。多分ときついんじゃないかな。もう気合でお前ら怪しかったら見破ってやるぜみたいな。だから多分村の肝はあれですね。狩人の田中がどれだけ頑張れるかな気がします。黒もらえそうなので田中は多分大浜から黒を打たれる位置が田中平あたりがもうすごいヒット候補なのでこの内訳の場合ですね。あその時に狩人使用をして語りが破綻できれば感じですね。あ村中先生ごめん全然気づいてないですね。めっちゃ真剣に考えてる村に見えましたよね。全然そうですね。香川さんはちょっとよく分かんなかったかな。うーん私今日2戦目3戦目に出ますよ、うん、ちょっと頑張りますじゃあ朝が来ます。誰が転がってるでしょうか。恐ろしい夜が明け朝が来ました。昨晩の犠牲者はヨーソロー。ヨーソロー。平さんでした。手物の真似ホイミンが喋れないからね。喋れないから自分が死んだら俺行くも捉えられないから。呪文使えないからね。天国フルームでホイミンしてください。死ぬからホイミン意味ないし。それでは残された村人たちは本日も話し合いをしなければいけません。会議の時間は8分になります。それでは始めてください。おはようございます。田村さん疑われてたのに読むんだ。とりあえず検討しましょう。喧嘩からっすか、うん、どっちからがいいかな。じゃあ霊媒からいきましょうか。もう一人言っちゃっていいですか。やった終わった。来たゴーラー振動でも停止しさ。あと待ってさすぎ占いの3人目がいたらさすがに出てほしいと思います。いやー素晴らしい。信じてた。そうあの伊藤さんは素人知ってます。あれ？じゃあ2人はじゃあお告げ。やばい。今ねすごく気になる五反寺からすごいよくわかんないはずが信じてたってなんですか今。何か分かんない。何かを持ってると思ってて、まあ、また教師がおかしいよね今。信じてたって言ったよ。聞こえてなかったけど言ってた。言ったのね。意味が分かんないと思った。いや村中先生絶対なんか持ってる。ごめんなさい。すみません。はい。2日目そうですか。失礼しました。初日です私が言ったの。はい。じゃあ正ので。正ので。最初誰でした？初日伊藤さん。伊藤先生。はい。じゃあこれ伊勢出しは。伊勢出し大丈夫。あじゃあいいですかね。はい。せーの、どん。最悪のお膳立てだったね。何をボスらしのボスらしの香川さんらしの。え、俺の対抗占ったんだ。うん、僕、香川さん。いや、なんか、新井さんは 46% 2人白、うん、で、ただ、白白の気持ちでもいいと思う。僕 66% ですね。白白にはなんなかったんだけどね。占われた人って、新井さんがこの2人2人から白もらってるの。伊藤さんも2人から白。村の男女です。これちなみに香川さんを占った理由は昨日中島に投票する時のなんか理由がなんかあれみたいなちょっと変な感じがありました。なんか本当ですか。要するに人狼
そうだけどなんかそこが強靭である前提みたいのをなんか抜いて話してたようななんか感じだったんだよね。あ、そうかな。で、これ基本的には本当に人望の可能性が高いなっていう。村中先生、今日の、理由を聞いていいですか。今日はですね、ボスがあの提案をして、僕ボスに絶対今日入るかと思って、僕は白っぽいって言いましたけど、ただ全然入らなかったの逆に違和感がありました。うん、村中先生、僕に入れましたよね、はい、僕怪しんでたんじゃないですか。それはですね、ケルビンさんが怪しいと思った理由は、あの状況って狼からしたら最初に普通は票を垂らしたくないんですね。なぜなら、1CO ずつしか出てなくて、はい、票を表記すると自分が危なくなるからです、はい、ただそうすると後半に票固まるのも狼嫌なはずなんですね。そうすると前半と後半に分かれたと思って消極的に見たらケルビンさんしか私が嫌な。でもなぜ僕を占わなかったんですか。今の追求でかなり村っぽく見えますけど、次僕探したい。1個しか占えないからね。はい、じゃあ高川さん、はい、お願いします。今日が話した方がいいことって、水原さんのことをどういうふうに思ってるかっていうのと、占い師が3人出てきて2人偽物じゃないですか。だから今、そうですね、じゃあ、次は水原さんでいいと思いますよ。僕は反対ですけど、水原さんは残すべきではないと思っている。残り5分、岩尾は絶対水原さんに言えるさっぽは水原さんがそれじゃないでしょ。これ僕はまず水原さんをかなり神明を期しているというのが1個と、その場合ですよ、もちろん普通で見たら5割しかないパターンですけど、狼が連れてて、で占いから狼1人で出るでしょ、これどっちにしても、とすると狼だとすると囲ってるかどうかがすごく気になりますね。あ、そうですね。だから、グレーの中に残ってるのか。太鼓もらいましたね。いや、あなたは多分強靭な。ちょっといいですか。はいはい、一回その僕の信用に対して疑問を呈されてたので、ケルビンさんが、僕にその考察を述べて、伊藤先生に入れたいけど水原さんに入れたっていうのをすごい興味深げに言ってたような印象があって、それって狼目線、占い師の可能性あるじゃないですか。もうお告げだったので、だから入れたかったっていうアピールをしたんですね。ただそれを拾ってくれてるケルビンがいると、多分ケルビン村人ですね。要は狼だったら神はいいだけなので、だけどそれを自然に追ってるケルビンはおそらく村なんで、狼目線、あの発言をしたことによって占い師の可能性があるから、僕噛まれる可能性あると思ったからカミングアウトしました。なので全然釣り先じゃなかったけど、噛まれ回避のために信用をしたということだけ理解してもらいます。噛まれ回避ちょっといいですか。はい、伊藤さん。僕は水原さんを7、8割信じているということで、信じているということで、釣りになった中島さんに投票した順番を教えてもらいたいんですよ。僕4番目で。水原さん1票です。いや、私入れてないです。入れてないか、ケルミさんに入れたの。分からなかったんで。あ、誰が入れてたの。中島後半に票固まったよね。そう、僕1票目です。だって水原さんが出るまで洗いましょう。1票目、僕1票目です。3秒目は田中、香川、竹中、伊藤、ボスですね。僕、3秒わかりました。決定票どこですか。決定票僕です。決定票4票目入れました。僕は水原さん死んだと思ってないのに、その票笑いはないと。村中さん、僕はいや、まず絞って話をしたくて、私別に占い師からでも構わないと思ってます。残り3分で、その上でどっから行くかを絞ってからやらないと投票バラバラになるのはすごく嫌です。さっきだって霊媒をローラーするかどうか、もちろん決まってない人しか出たからしょうがないですけど、結果的にあまり情報落ちてないと私思ってて、でちなみに私は五谷さんが伊藤さんに白を打つタイミングが変だったんで、私同じ白だったんですけど出る意味がないと思いました。で私は自分が釣られるタイミング、釣られないまで今日持ってました。実際危なくなれば加盟しようと思いました。五谷さんの中身って何人見てるんですか。僕は五谷さんを強人だと思ってます、じゃあ僕が狼ですか。そのケースは僕の目線でもありえるんですけど、大浜さんが狼に見えるってことですか。そうですね、大浜さんは狼です。いいです。その2つに比べればですよ。絶対じゃないですよ。ボスさん、残ってたよね、5人まで、5人まで。だからこの結果がそうなってるとすると、ローが残ってたことになるんですよ。もしそうだったら水原さんが死んだとするとね。だから占いで出た、霊媒で出たっていうのは非常に筋の通った。ごめんなさい、挟んじゃってすみません。それだと白僕に打ちます。そうなんですよ。ここに打ちません。いやだから先に打った後に打たなかったから自分が霊媒で出たって。だから分かったっていう可能性は十分あります。いやそれはもっと盲学校になるから逆に後から露骨すぎて、でもそれは考え方の違いじゃない。いやそうだ、そうだ、そう、
そういう見方もあるという一つのサンプルで、今日はあの役職からでいいんですよね。そう、そういうふうに僕はそうそれだけは確認したくて、もうこれはやもう全役職を全員釣って3人最後で勝負って流れでいいですか。いやいや、水原さんは最後まで。水原さん、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 分からないですね。ロジックで考えれば水原さんは結構真の可能性が高いと思います、うん、というのも3人今占いが出てるってことは霊媒の内訳は新郎の可能性が高くて、水原さんがローだったら強だっていうような話になって占いの方に人狼がいるっていう話に持っていくのがセオリーなんです。それを考える、まあただそれの裏をついてる可能性もありますけど、そんな人じゃないですよ。初対面ですよ。いやいや、初対面じゃないです。じゃあ占いから言ってみる。みんなが水原さんを信じてる風なら残り1分。それは僕結構村中さんの戦略だと思っていて、霊媒のローラーさせないために、ケルビンさんじゃなくて田中さんの話、うん、今竹中の話ですけど、そのすでにあの占いと霊媒に狼女神出てた場合、要は、まあ、例えば村中さんが死んで霊媒、あの占い師があの狼凶で出てた場合で、霊媒師が凶あ狼神か、うん、残り30秒は、うん、はその理論はちょっと成り立たないと思うから、まあ、あくまで可能性の話。ケルミンさんはじゃあ私が人外でありかつ狼だと思って、そうですね、全然狼あると思っていて、水原さんが狼だった場合、村中さんが出ることによって霊媒ローラーを、回避することができる可能性が結構出てくるんですよ、はいはいはい、なので、水原さんを助けに来た狼という線は全然あると思って、はい、ケルビンさんは狼狼ってことですか。狼狼全然あるんじゃないですか。なるほど、ね、ケルビンさんどっちを信じてます。ゴタンジさんと狼さん、難しいですが、ゴタは狂人もあると思っていますが、狼だけはないと思っています。あの段階出る理由がないです。村中さん誰と投票したんでしたっけ。さっき仏教ケルビンさん、ケルビンはね、あでもいろんな話があるし、やっぱりローラーすべきかな。話し合いはそれまでです。それでは本日の投票タイムに入ります。決まった方から自由に投票してください。投票します。私はこれはもう霊媒に行きます。霊媒ローラーをするべきだと思います、この使用状況は。で、占い師の中で、一番私が親身に見てるのは村中先生なんですよ。あの初日に人間だと思ったっていうのも含めて、ただグレーの中でボスが一番人狼っぽいので、ちょっとそれと矛盾してるんですよね。なんかだからちょっと占いが絞りきれてないです。で、ご誕生の最初の村中先生が出た時の発言は何なんだ、真のあれな、ほんとやめてくれ。あ、村中先生、ごめんなさい、みんなだった、ごめんなさい、最低だ。すみません、投票します。今占い師は村中さんが真で、ご誕生さんが強で、大浜さんがローだと見ています。水原さんは信じてます。大浜さんです。マジか。まあ決め打ってみますか。理屈で考えると、水原さんを真と仮定した場合に、村中さんが狼だとすると、狼が1人連れてる状態で使用してきたんですよね。ボタン字の挙動も考えると、3人の中で一番狼っぽいのは大浜かなと思います。はい、僕は本物の占い師なので釣られるわけにはいきません。まあ占いから行くなら行くでいいんですけど、僕は釣られると非常に困ります。で、村中さんとご誕生どっちが狼かわからないですけど、僕は生きるために票が集まりそうな偽物の方に入れます。はい、投票します。今回誠くんが結構ご利用し気味に水原さんを守っているのがちょっと気になっています。水原さんは、初日、僕が中島さんのことを結構、祭り上げたというか、その怪しんだ、まあ、何かあるんじゃないかと、言った風に、見せたので、僕が狼だったら中島さん狼だとしたら、そんなことはしないするわけないじゃないですか。狼になったらそういうことはしないはずなのに、水原さんは僕に昨日投票しています。その投票行動もちょっと引っかかるし、やはり新起きできるレベルの、霊媒ではないので、水原さんは今日ローラーするべきだと思っております。投票します。私は最初大浜さんが人狼っぽいと思ったけど、残りの2人の占い師が2人とも大浜さんに投票していいって言ってるのはおかしいと思っています。今ちょっと考えがまとまらないし、村がこんなに意見が割れちゃうんだったら申し訳ないけど、ローラしちゃうしかないかなと思います。残り5票。投票します。
ちょっと占いの内訳を考えてたんですけど、とりあえずケルビンさんが私がもし狼だったら村中さんが狼でかばって出てきたっていう主張されてたんですけど、それはまあ大体、まあ、今日じゃなくてもいずれローラーになりそうな私を守るって言って狼出てくるかって思うので、でこうなんかおっしゃってることがちょっとおかしいかなっていうふうに、私はケルビンさんのことを昨日もそうだったんですけど怪しんでます。で占いの中で心境老どうなってるのか分かんないんですけど、3人目で出てきた村中先生がやっぱり神明が一番高いかなと思ってます。なので2人のうちどっちかから投票したいんですけど、物ついたくないな、どっちだろうな。顔顔顔顔顔顔顔で切る。よしよし、ひょういちゃんで引かれて、ひょういちゃんで引かれて、ウィーウィーウィーじゃねえ。残り4票4票。現在水原さんが3票、顔的に大浜さんが3票。じゃあ3票立たないでいきます。まあ僕は水原さんを芯で見てますですので、占いに手をかけます。で、まあ白が出たら残念だと思います。で、今五段寺君が、まあ多分まだ投票を持ってると思うんやけども、あの自分の芯だったらさっさと重なってきた占いに入れたらいいのに、ご主人様かもしれないと思って遠慮しているように見えます。この後、ガクちゃんに五段地君が入れへんかったら確実に真は見ません。さらっと4票入りましょう。残り3票、はい、投票します。私はですね、中島さんの出方があまり真っぽくないと思ってるんですね。あそこで出るの、まあわかんないです、中島さんとプレイしたことはないのでわからないですけど、あんなにすぐで出る必要があったのかどうかわからないので、水原さんを信じてるんですけど、水原さん真だとしたらさっき迷いすぎだと思うんですよね。なので、私は今日、大技に入れます。はい、どちらがいいと思いますか、今日は本から。5ひよがいお願いします。お先手聞きません、逆にも。まあ、僕は、まあ、ローラー推し、全然偽のケースも早い、喋らしてです、喋らしてね、うん、結構いろんなケースがあると思って、まあ、まず占いに、占いの、その出方が結構今回は差があるっていうのと、内訳ももしかしたら単純な神経狼、神狼じゃないかもしれないってちょっと思ってます。まあだから最初に出る3人よりも今回は占い師の情報が多いと思うんで、まあ、そこから見極めていきたいなっていうのも含めて水原さんに入れます。はい、よーし、最後の1票、僕はケルビンさんを説得したいんだが、竹中さんの理屈はおそらく占い神経老の霊媒が神老のケースの話をしてて、だけど一応水原さんが狂人の場合だけ当てはまらないんだよね。なので水原さんが偽物だとしたら、その狂人だと思った方がいいと思う。占いにその場合は二老です、うん、というわけで本日ゲームから除外されるのは大浜さんになりました。カメラに向かって遺言をしてどうぞ。これ票の集まり方さすがにおかしくないですか。1票、0票、6票、考えてみてください、はい、というわけで、容疑者がゲームから除外されたにもかかわらず、再び恐ろしい夜がやってきます。各自行動に移ってください。ウェイ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 。いや今日ね、潜伏しようと思ったんですよね、狼引いたら。だけど、村中先生と香川先生だったんで、まあ出ようかなっていう感じで、うんうんうん、なんか前回だから僕が狼引いて大崎と竹中と狼だった時に僕が出た方が多分勝率が高そうなので出たのを意識して潜伏したかったんだけどな。ね、水原さんが来ると思ったら大浜さんでしたね、うん、あ、クリームパンうまい、うん、うまくないこれ、全然美味しくなさそうやん。水原さんでも久々に出たのにすごいいいね、うん、いいですね、めっちゃ信じてもらえてるもんね、うん、僕なんかね初日何も言えなかったね。あれなんか怪しいなって思ってる人がみんななんか村っぽい置きされて、なんかそんなこと言え、なんか信じられないまま、そうだからもう、うん、ふにゃふにゃってなっちゃう。狼目線はその狂人が透けているので、うん、なんか占いローラーから行っちゃってもいいかなって僕は思ってるんですよね。狂人うまく最後まで
残して、うん、結構信じてる人が多いんで、うん、決め打ってくれる可能性もあるかなと思ってるんで、だから決め打たない派が、田中、ケルビン、もう一人がってやな、ローラー完遂した方がいい派、絶対的に、うんうんうん、あ、一応あれかな、香川先生がまだ分からないからって言って霊媒に投票してるのかな、うんうんうん、そうだ、新井さんとかそっちの霊媒ローラー推しを殺していけば水原さん死んで置かれるケースが増えてくるかなと思ってるんで、そっちのガブガブっといっちゃうと、せやな、強靭残してうまい具合にパワープレーとか起きるんじゃないかなとは思います。あと多分明日、水原さんは黒打っちゃうんじゃないかな、大浜に。で残ったのが自信と巨人ですよ、うんうんうん、占い師残りの2人釣らなくていいですよっていうのをアピールすることによって、うんうんうん、まあ水原さんが釣られるかもしれないですけども、グレーを釣りに行ける、はい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 、大谷的にはすごい有利、まあ、実際は巨人じゃないのに巨人の位置に、いますの でしかも多分これ出方でもうどう見ても五反寺強人ちょっと見えちゃった。そう、五反寺が偽物を置きされてるから、ね、別に俺も偽物を置きされても、そうすると村中さんの神明が上がるんで、うん、だいぶいいんですよね。村中さんが関心五反寺がすげえ疑われてますよね、なんかね、うん、だから新井さんがすごい疑ってくれてるので、あの村中さんの出方はちょっと新っぽく見えるよね、うん、でも今日っていうか、じゃあ神崎どこって思った時に岩尾かみたいな、まあ霊媒ローラー推しからかむ、そうで、新井さんは五反寺二世をすごい推してくれてるから、うん、狼的にはあんまり新井さん噛みたくないかな、うん、でもそれでただ片白なんだよね、噛める噛めない別として水原さん噛みに行くの割とありじゃないです か、うんうん、なんかそしたら相当新芽上がるっていうか、それで今日グッジョブ出て黒出てたとしても、うん、そしたらもう占いストップ入るし、釣られるとしたら強人って思われてる五反寺さんだし、相当芯取れると思うんですけど、多分今日は水原さん噛まないですね、噛むとしたら明日で出してもらった後に水原さん芯打ちしましょう、はい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 、グレー釣りましょうで水原さん噛みに行く、そうすると水原さんの結果がまあ大体芯でしょうって村の雰囲気がなるので、僕が狼で大浜が狼だから、うん、残りの2人役職は芯と強人ですねって思う、忘れるかもしれない、ね、今日の結果が出ないと、うん、大浜が何色だかよくわからないので、うん、じゃあ役職全部つっちまえ、どっち出すんでしょうね、水原さんがね、水原さんが死ぬとしても白出したくないんじゃないかなとは思うんですよね、あのね、狼出てるの分かってるもんね、は、占いに狼2人出てるので占いローラーはさせたくないんです、うん、させたくないからもう黒出したいよね、もう黒出して止めたいから、心境が残ってますよと、なるほど、狼は守りきるみたいな、で私仕事終わりましたよ、しかしお前はほんとすぐ死ぬな、うん、短命すぎる、短命ですね、いいじゃない、ちょっと太ったんじゃないですか、22出してね、お前は天国の主だ、うん、ちょっと待って、俺もなんか参加したいよ、今日でもコメント見てる人は中島さんのなんかちゃんと生き残った時の推理を聞きたかった、うん、そうですね、すごいいっぱいだった、はい、いっぱいでしたね、やばい、はい、じゃあそろそろ3日目始まります、始まりますのでお楽しみに、バイバーイ。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者は伊藤さんでした。天皇ヘルムで村の行く末を見守ってください。2人の仕様ですね。何も言えない、何も言えない、何も言えない、すいません、釣られた人は大丈夫です、釣られた人は何も言えない、噛まれた人は何も言えない、あの、嬉しそうなんです、顔芸とかは、いや、いいですよそっち狭いんで、そっち狭い音らしいなって、あー、セーフセーフセーフ、はい、俺だったらアウトだったら、確かに、これ1本さあ、それでは残された村人たちは本日も話し合いをしなければいけません。会議の時間は7分になります。それでは始めてください。ありがとうございます。ありがとうございます。どこから行きましょうか。霊媒結果から行きましょう。いいね、はい、なんと来たー、来た、シンナーあと1匹です、ね、あと1匹です、辛い、シンナー、ミラーさんが、占い結果をお願いします。はい、一斉のセット、竹中さんです、人、ちょっといいですか、
まあ水原さんが本物だとしたら僕とボスってダントツで白いと思うんですけど。白い。うん、あ、それはわかります。ただ僕は別に水原さんが本物って全然決めてないっす。まあ今日仕事完了してる水原さん釣りっていうのはまあありっちゃありだと思います、うん、村人目線からすれば、僕逆になんか水原さん新っぽく見えてきたんですけど、やっぱ伊藤先生が噛まれてるっていう僕はシンパーと思ってますよ。ただリスクヘッジするなら今日は水原さん釣りでいいのかな。水原さん、最後の仕事終わりますか。占われ、出てないとこです。役職者以外です。あ、だから誰か言ってもらえる方が、あ、多分村中先生もまだ人外をちょっと考えてらっしゃるから質問されてる。他の人答えないです。水原さんに答えてほしいです。この人っていうのは一人でも二人でもいいです。一人かかる助けないでほしい。水原さんに、ね、答えてほしいです。そういうのはちょっと疑っちゃう、うん、今結果見てたんですけど2人から白が出てるのが3人ですよね。あ、伊藤さんが釣られたんでボスと新井さん、票が、しかも両方を五反寺と村中さん両方から白が出ている。村中さん的に見たら、はい、昨日も2人いなくなってるんですね。はい、そうです。あと1人です。絞りきれない。そうですね。うん、それはそっか、まあ、今普通は水原さんの目線だったら占われてない私とケルビンさんと田中さんの中から順番に処刑していけばいいっていうことを聞きたかったんですけど、うん、ちょっともう聞けなさそうなので私が言いました、うん、で、伊藤さんが噛まれたのって水原さんが人狼だったとしたら残り5分、あの損なことだと思うんです、うん、思います。でそれを指摘、誰が指摘するかなって見てたんですけど、うん、結構村っぽいと思ってケルビンさんが言ってくれて、結論から言うと、でもそういうふうに思わせたかった神なのかなっていうふうに今は思ってます。ちょっとそれは一周できすぎな気がします。あんまり、香川さん、さっきの日全然喋ってなくて急にこの日喋り出したんですけど、その考えがまとまったからこの喋り出したと思います。それは水原さんが本物の場合ももちろんあると思ってて、その場合はケルビンさんと田中さんの中に人狼がいる、で自分も入ってるっていう状況になったから喋りました。あの、すいません、どうぞ例な人に喋ってほしいし、ね、私、ブライディオクショットやったら私、グレーですけど今日どうするんですか。役職行くんですか。水原さん、新決め打ちで、僕は大反対ですけど、新決め打ちで、あの、役職ずれは止めるんですか。それを決めてからじゃないと、この話をする意味がないと思う。多数決でも取ります。決め打つなら、香川さん、ケルビン、田中の3択で、まあ、リスクヘッジでか、あの、霊媒ローラー完遂するっていう。あ、なるほど。占いには行かないんですか。じゃあ、占い行くとはさんないんですね。こっちを真だとするなら占いは真教なんで、まず真と決め打つか決め打たないかって話をするわ。ただあれだよね。あ、でもそっかそっかそっか、真じゃないと教老が残ってる可能性もあるもんね。なので老老の可能性があるってことですか。まず水原真教なんで、ほぼ、まあ、真ならね。水原さんがもう、あの、偽で狼だったら全部崩れるんだから、そう、ワンチャン明日 PP まであるんですよ。ありますね。まあ、そうですね。僕は行きたいってこと、新井さんね。僕は行きたいですよ。水原さん、すみません。はい。ボタンジェさんが言ってることって、田中さん、はい、じゃない、ごめん、大浜さんが人狼で、はい、で、そこに人狼の村中さんが被せたって言いたいってことですよね。狂人だとしたら、あ、そういうことです。だって本物なんですよね。で、人狼って見てるってことですよね。残り3分としたらですね、水原さんが狂人だとしたらと思います。狂人って信じる場合で、村中先生ってわざと自分が処刑対象になるように占いにカミングアウトしたってことですよね。そう、なのでそれは考えづらいから真だと思ってるということです、比較的。ただ村はそんなの分かんない。昨日の投票って言ってることが違う気がするな。そう言ってなかったような気がする。だからケルビンがその竹中さんすごい言ってたから、竹中さんがその水原さんが狼じゃないっていうのは、水原さんが狼だったら太鼓の中島さんに素直に入れるでしょっていうことだけど、ちょっと偽物を追うなら狂人で追ってくれって言いたい。信じてるから。すいません、思ってることがあって、僕は実は、昨日ガクちゃんにすごいめっちゃ集まったじゃないですか、うん、なんか普通なのか、だから僕はあんま違和感があったんですよ、その表に。で、狼からするとなんかもう占い囲いが発生してるのかなと昨日の時点で思って、それで、あの、神勢で、あの、ガクちゃんが神って確定してるんで、あの、ガクちゃんに狼の方が集まったんじゃないかなとか、そんなこと考えてたんですよ昨日。で、そうすると消去で言うと囲いが昨日の時点で発生してるのってボスなんで、やっぱり僕目線一番ボスが怪しいんですよね、グレーの中で。ボスは人間です、ね、そう、僕二人からです。違う、でもそれはここに言ってる人が言うから、ね、それは水原さんが神だったらっていう前提ですよね。僕はそこが前提が、今いるのが全員偽って可能性もあるって思ってます、ね、思ってます。ただ
まあ彼は人間ですよ。ちなみに五単字さんは両方にしてもらうと思ってます皆さん。両方というか両地下で入れてもらうと思ってます。本物はいんな混じってると思ってるから、まあ、ボスにはべてほしい。俺はちょっとツーだったら、ボスは私と五単字さんが入ってるんだから、 それだと皆さんいいんじゃないですか。最悪二人とも頼んであるなら違うから、僕はボスは全然喋ってないんで、僕はボスで喋ってほしい、白打ちしてるんで、うん、で最悪五谷さんも白ってんだから、皆さんも別に私を疑っても五谷さんを信じるならそれでもいいんじゃないですか。僕が困るのは竹中さんだけですね、分かんないんで。あ、まあ僕の考えを言うと、うん、かっこよくいこうというパターンでいくんだったら、僕が今この中で一番狼だと思ってるのは香川さん。あ、そうですよね、はい、いや、あのかっこよく行こうと思うならね。ただまあ、ね、ミスると安全ラインになるから、ミスるとまあそれはあの PP もあるんで、残り1分あるんで、あのこの時点に立てばかなり、うん、まあただ水原さん釣って死んじゃない かもしれないって釣った場合は、2人の結果も兵糧かもしれないって、いつまでたってもこう何も信じられないことにはなるんですよね。まあ最終日まで持っていく泥試合にするってことですよね、うん、僕はそれでいいと思ってますよ。これは僕は本当に水原さんそんなシーンって思ってないからってところが全ての前提でも、そうするとガクちゃんシーンを追うとすると、ケイブンと香川さんだけが残り30秒、ね、それを僕ガクちゃんシーンはないと思っていますっていうのは、やっぱり釣られ際のことで言ってった遺言が本当に深刻なくて、他に言うことがいくらでもあるのに、新井さんと香川さんの城を守る方が大切だもんね。そう、何を言ってんだろうこの人はみたいな感じで、もう全然信じれるレベルの遺言だったんですよ、ガクちゃんの遺言で。でも新井さんは人間ですよ。俺はボタン。ガクちゃんの信だけは置かなくていいかなと思いました。いや、それはしょうがないです。置かないんだったらその関連のっていうのもあって、そう、水原さんの深刻まだ田中さんっていう点でも手もある。話し合いはそれまでです。それでは本日も投票タイムに移ります。はい、投票します。私は議論中も言った通り水原さんに投票します。はい、よし、久々に早めに投票する気がする。投票します。うん、水原さんの芯で追いたいな、なんとなく。全部偽だったらもう、でもそれは大丈夫、僕は本物だからって言われても分からないという皆様のために完全グレーを釣ってみるっていう手はどうだろう。賛同するかどうかも含めてちょっと参考にしたいので、田中さん。なんだこれは、今日だ。君に宣伝あげよう。はい、楽しみだね。投票します。乗っかりません。なぜならば五反治さんが偽物だって思っているからです。投票は五反治さんです。五反治、これは好意の先手ということですか。解釈は解釈立派ですね。さましょう。さすがです。ちょっとまあまあ水原さんとは一緒に勝ちたい。五反治君、君は偽物だ。五反治なの？これなら BP にもならない。あれ、まあ、そうだな。今日なんかかっこよくビシッと狼を釣ってみたかったんだけどな。まあ、ではないでしょう。しぶしぶそうしますか。さあ残り4票。五反治さんが3票。田中さんが1票。水原さんも1票。投票します。五反治さんを釣っても白しか出ないし、本物の可能性も全然あると思ってるんで、なんか個人的に新井さんがちょっと怪しくも見えてきたけど、でも一応五反治さんの白なので、新井さんを釣ると五反治さんの芯を切るってことになるので、ちょっと私も勘ぐれを。なんだか静かだ、静かな岩の香り、はい、うっす。残り3票。投票しますよ。私は自分が知ってる、あ、投票を渡されます。ボスと竹中さんを入れるところに集めたかったんですね。で、なぜかというと、水原さんもさっきから投票行動がおかしいし、私と答えてどっちを信となってもいいですけど、真、水原さんが真だった場合どっちか真なわけですよね。真の占い師があんな票を突然最初からグレーに入れるって相当票がもったいなくないですか。それを考えてほしいです。まあでも偽物なんで答えさせて、私は構わないです。はい、じゃあ
本当はね、もうちょっと占いというか見たかったんですが、まあ、ご男女になりそうですね、もうね。一応、水原さんってことで。最後の1票。はい。日に日にゴタが強靭っぽくなっていくな。ゴタ悲しいよ。悲しいんだけど。そして村中さんが、どんどん新っぽく見えてきてしまった。なんだこれは。そして水原さんが、真で信じたいんだけど、言ってることが本当、村中先生の言う通り結構めちゃくちゃなこと言ってて、と思ってしまう。ボタンに入れます。ごめんね。それでは、本日ゲームから除外されるのはご丹治さんでした。カメラに向かって遺言ができます。すごいな。村がこの選択をちょっとするとは思わなかったので、水原さんを死んで、僕を釣るってことは水原さんを死んで追うってことだろうから、ちょっとどういうことなのかよくわからないですね。僕にはちょっと何が起きてるかわかんないですが、まあちょっとあんまり言いたくないけど、香川さんがほぼ神かなという感じです。皆さん頑張ってください。それでは天国ルームで村の行く手を見守ってください。容疑者がゲームから除外されたにもかかわらず、再び恐ろしい夜がやってきます。各自行動に移ってください。お疲れ様です。この村は終わりだ。水原さんうまいね。うますぎるよ。完璧だねここまで。完璧強靭で、うん、なんで信じちゃったんだろう。すごいな。また騙されちゃうよ。やっぱローラーをしようってことなんだね。やっぱ PP は良くないと思う、うん、本当だね。本当 PP 怖いと思う、うん、村さん釣れるかな。みんなで頑張れるかな。ウェーイってめっちゃ来てる。やだです。いやちょっとスマッと行き過ぎて、もう期待しないとかやめてくださいよ。本当に俺はもう狼勝ったら完全水原 MVP ですね。もうそうですね。素晴らしい。うん、水原さんが対抗に入れなかったパターンって一応その強靭のパターンだけで起こるんですけど、そう、まあその、ね、あの見てる村中先生が強引に狼で出るみたいなケースもあるなと思いながらも、なんとなくもう水原さん死んでいっちゃえみたいな感じになっちゃってましたね。でもさすがに今日噛まれなかった。さすがにガニ刺す、さすがに。そうですよね。僕を釣るっていうのは選択肢としてなかったからちょっとびっくりしましたね。あ、でもそっか違うか。もう二人狼見つけられてる時点で別に噛ま、噛んでも噛まなくても一緒か。なんか村中さんの死を噛むとかでも別に、うん、真の決め手はあの占いで 3CO 出てるからっていうことですよね。なんで、うん、占いに狼、真、狂人って村が一般的に考えることが多いから、そう、それを最初竹中が言って、うん、結構みんなそれに乗っかる形になって、うん、そういう流れになっちゃったね。で今、うん、で水原がちゃんと俺に黒出しをしたことによってもう占いには狼いませんみたいな流れを作って、ただ狼目線は強か真かわからないんですよね、うん、あの水原さんが。いや分かってますよ。だって中島に黒出し、そうそう、中島、お前はお前は何言ってるの。そう、中島さん黒で言ったのか。いや私にもこの村を助けられない。そうだから水原さん完璧なんですよ。無理よ。そう、村さん出てくるタイミングとかね、やっぱりチャンプだよ。あ、そっかそっか、それであのタイミングずるいよ、うん、あ、そう、しかもあれなんですよね、さっき指摘あったんですけど、村中さんが水原の黒出しの結果を受けてから占いで出てるんですよね。本当だ。そう、多分そこまで村中さん判断早すぎますよ。あれ織り込みずりなんですね。ただね、これは今日香川さんがたどり着くのかな。これ村中さんが誰かに黒出ししてボスが疑ってましたね。行かない、終わっちゃいそうですね、うん、ちなみに僕なんか最近練習会に行くと必ず村中さんがいるんですけど、もう村中さんしかいないんですけど、何人かいるんじゃないですかね。もしかしたらちょっとコピーが出回ってるかもしれない。村中さんと練習会終わった後に飲み会で朝までワンナイト人狼やって、はい、そこにも村中さんいるんですか。そう、当然いますね。ずっといて、でワンナイト人狼やって、あの村中さん俺3連続村中さんに投票して、はい、村陣営で両方負けて、でその後にもう大浜さんそろそろ信じてくださいって言われて、3連続信じたら今度は狼で負けて、もう村中さんはもう信じられない。イカイさんか村中さんかっていうぐらい、シリアル村が荒らされるよ。量産型村中が。その多重、その水原さんが巨人のケースっていう説明はしたんだけど、もうそれで狼勝ったらもう3人目で出た狼の勝ちでいいかなとかちょっと思っちゃったんですけど、ご丹治さんの信じられなさが半端なかった、うんうん、僕多分なんか村の空気がもうご丹治さん偽物だよみたいな、新井さんがうまい具合にご丹治黒塗りしてくれてるから、うん、でもめっちゃね、もう村中先生がもう人外にしか見えなくて、最初から初日からもうずっと考えてるし、あとはあれですよね、考えることなんかないでしょ。水原的には
すごいいいプレーしてくれてるんだけど、水原的には真の占いが残っちゃってる可能性がまだあるんですよね。そうだ、 だからちょっと分かんないんですよね、うん、まあ、でもあれだけ寄ってるっていうので判断できそうですけど、今回もその中に乗っかってるっていうふうに見てると思うんで、岩尾さんあたりスケープゴート1になっちゃうんじゃないかなって思いつつ、きついな、でそこに黒出されるとつろってな、どっち出しますかね、白か黒か、いや、さすがに白、あ、今日はもう白し、あ、え、あ、え、水原の話、いや、次の日、ああ、いや、村さんが、いや、黒今日出すと思うんだけどな、今日誰かに黒出してそこ釣ったらもう PP ですもんね。ほら、みんな恐怖の PP が来ますよ。怖いよ、恐怖の PP と思ってても見よんぬだけやで、恐怖の PP 来ますよ。あ、行っちゃうのか、ぼち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 だそうです。助けて、尾崎さんは後から出ますよ、もう来てますよ。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者は新井さんでした。新井さんは天国ルームで村の行く末を見守ってください。知ってたわ。それでは残された村人たちは本日も話し合いをしなければいけません。会議の時間は6分になります。それでは始めてください。おはようございます。あ、三原さんはいいとして、あらいとった、私は結果はいいですか、はい、それで香川さんに言うんでしたか。マジ、私目線田中さんかケルビンさんしかいないんですよね。で、田中さんはかなりさっき偽物から入れ、あんなすぐに入れられたんで、強靭だったら、あ、なんか結果一応するし、ケルビンさんに言いますよね、はい、なので強靭だったらこう入れてご主人の分かってなかったってことになる、強靭ならあるんですけど、可能性低いと判断して、そうすると残るケルビンさんしかいないんですね、現状、私目線。でもケルビンさん、私信じてる、すごい。香川さん、すごい人狼っぽい。いや、僕も香川さん、人狼と思い込んでましたね。私、村中先生入れれますよ。全然それは信じられない。だってケルビンさんって、あれ、村中先生がカミングアウトした日に、めちゃくちゃ責めたじゃないですか、自分もなんで占わなかったのか。だってそれって下手したら、自分のすごい狼っぽいところを言われる可能性すらあったのに、そういうことをするのは、私は 村人だからできたことだと思う。ケルビンのそう追求の仕方は村人っぽい追求の仕方だから、私消去法でケルビンさんしかいないって言うんだったら村中さんに。じゃあ田中さんは他の可能性ある、田中さんの可能性はあると思うけど、でもケルビンさんって言うんだったら私村中さんに入れる。いや困ったねこれ。ちなみに今これ大丈夫です、ピーピー大丈夫ですよ。あの水原さんがミスの場合は怒り出ない、だって、いやいや、今日はない、今日はない、ここが病院者だった場合はあり得ます。それは何を、どういう内訳なんですか。そうですね、だってここが病院者だったらあり得るでしょって。病院者で、病院者だったら PP は入れる。人が確実に一人連れてるかも。だって占い師3人の2人いないんですよ、絶対人が一ついます。今7人で3人がしか先導してないので大丈夫です。あ、そっかそっか、ごめんごめん、嫌だわ嫌だわ、マックスそういう話です。そっかそっか、何人が俺は だから僕、私と水原さんと香川さんが喋るより、私はできれば自分の芯で、しかも他の人信じてもらえそうな人は喋ってほしいんですよ。ただ、まあボスですら多分疑われてるんですよね、すでに。あの、岩尾ちゃんが、あの、先日のあの、じゃんけんじゃない、あの、指名の時は何も、どうしたっけ、誰かに言われた方やったっけ、自分が出た方やった、指名の時、うん、誕生日が近い近い方やったっけ、で、誰が指名してるの、そう、違う、伊藤先生、俺はね、新井先生刺されたんで、ケルビはあまり組やもんね。で、香川さんもあまり組ですね。これ、水原さんはもう芯で置くんですか、これ。まあ、可愛いから、一緒に、可愛いからとか聞いてないんだよ。芯で置くかどうかだけど、マジここ今日は決めたいですよ。芯と置くんだったら、ちゃんと中を説明してほしいです。ちょっと村中さんは 50-50 ですね、正直 50-50。 あ、まあ、残り3分、村中さんの中身はともかく、水原さんの中身だけどうしたいかは決めたいと思います。まあ、僕は村中先生、新目で、だからその
白をもらってないケルビン岩尾ちゃんのどっちかを他の村の人間が決めたらいい、うん、まあまあじゃあ水原さんの中身を死んで決めるっていうだから水原さんだったらケルビンが村だと思ったら岩尾ちゃんを入れてケルビンさんにちょっと意見聞きたいです、うん、僕村中先生のことをちょっとそれだけ、それだけちょっとそれだけ聞きたいのよちゃんと、はい、水原さんだけ喋ってるから今現状多数決であごめんなさい結構喋りすぎちゃってどうぞどうぞ僕の意見ですか誰にどうぞ、うん、僕村中先生のことはやっぱり死んで起きたいですけど、うん、日をごとに、まあ、言ってることしっかりしてるんですよ、村中先生の言ってることは。で、水原さんのことは、ちょっと言ってることがですね、に右往左往してる、でもこれ、狂人にも見えないし、どっちなんだろうって思っています。で、村中先生は、でもやっぱり、狼も全然ある位置なので、今日釣るんであれば、村中先生を釣るべきなのかなと思っています。なんか思ったのは、水原さんが言えなかったじゃないですか、はっきりケルビンさん、私田中さんの中に人狼がいるって、はい、だから、あって狂人なのかなって思ったんです。人狼だったら、もう適当にパッて言っちゃったらいいのかなって思ってるから、で私は村中先生をもう狼って思って入れちゃうか、私ケルビンさんのことは信じてるから田中さんに入れるかっていう選択肢の中にはなってます。あ、一ついいですかね。なんか村中先生が釣られるっていう今選択肢になってますけど、僕はね結構新名で見てるんで、うん、その PP が怖いということで村中先生を釣るんだったら僕はまだ水原さんの方がいいと思います。前言撤回しますけどね。理由は村中先生の場合明日もう一回結果出るんで、残った方を釣れば終わるか、うん、終わらなかったら村中先生を釣る。残り1分村中先生今日釣ると2人のどっちかがいつまでも、それはボス名は足りないですね。今日水原さん行った後に村中先生が、僕か岩尾さんのどちらかに、黒出すとします。写真を決めるで、それでその人を釣ってたら次の日負けますよ。やだ、私は水原さんと勝ちたい。それなら今日グレー行ったらいい。じゃあ、ボスさんはなんでそんなに水原さんを信じてるのか。ですね、村中さんはロジックで水原さんを疑ってるんですけど、うん、僕には水原さんの迷いって残り30秒嘘の思考の迷いに見えるんですよね。私何が変か分かってないなんで変って言われてる。いやいや、全体的に変って何て言うかな、ニュアンスが変なんですよね。まあ僕はね、正直フィフティフィフティですね、この2人が。で、この2人が。で、ケルビンやと、最初の5人に3人出てるんで、確かに語れないのもありかなというふうにも思うし、で、今、今、村中先生を釣る必要は、村中先生を釣る必要はなさそうだなぁと思う。心配見たらさ。だから、そこは迷いどころだよね。話し合いは、それまでです。それでは本日も投票タイムに移ります。最初の人は1本、はい、まあ、入れたら入れますけど、じゃあ入れましょう。まあ、水原さんが死んである限り村中先生が偽でも終わらないので、僕はまあとりあえずその路線でいきます。で、そうすると一応村中先生の締めを言えばケルビンか岩尾ちゃんがラストウルフということになります。これはどっちか難しいんですけど、なんか最初の提案して立ってる人間に三狼やったらかっこいいという理由でケルビンに入れます。違う、絶対違うよ。だって絶対ないと思います。その立たされた中に三人狼がいるっていうのは考えづらいし、私はケルビンさんのことは村っぽいことをしてきたって信じてるから、私は田中さんに入れます。人狼だと思う。はい、投票します。正直僕村なので、ちょっと役職の内訳だとか誰が死んだとかっていうのは本当にはっきりとは分からないんですが、やっぱり紙によってグレーが、毎日一人ずつ減っていくので、ローラーっていう言い方はまあ嫌な人いるかもしれないですけれども、やっぱり役職を処理していってグレーの幅をどんどん狭めていくのが大事だと思っております。そして香川さんはなんかすごい僕のことを村だと言ってくれるので信じちゃおうかな。怖いの。投票します。私は最初から言っていたんですけど、村中さんはが一番真、まだ五反治さんとどっちか分かんないんですけど真に近いと思っていて、なのでラストルフどっちかなんじゃないかなと
漠然と思ってたんですけど、とりあえず今私が信頼できるのは一番ボスなんで、ボスが入れたケルビンさんに乗ってみようと思います。俺よいた。さあ残り3票なんですけど、投票先入れたんですよ、ケルビンさんがね。バラオオカミ、しかもここに入れたってすげえムラっぽく入れるような気がするんだよな。これで、ね、票投棄したんです。だからちょっと迷ってたんですよね。竹な、田中さんは入れてないですね。僕まだ入れてないです。田中さんにします、うん、なるほど、はい、じゃあ僕入れましょうかね。カングレに残りましたが、カリウドです。私カリウドです、私。とりあえずケルビンに釣ってみて、狼じゃなかったら両方針はありえないってことです。はい、うん、はい、そうですね、まあ、はい、はい、というわけで本日ゲームから除外されるのはケルビンさんでした。カメラに向かって言うようでも何でもどうぞ、はい、これ本当難しくて、やってる方としてはまあ結構答え上に見えてるとあれかもしれないんですけど、僕グレーの中では誠くんのことを結構疑っていたんですね。村中先生ちょっとわかんないんですけど、村中先生死んだったら誠くんが、白になるんですけども、そうじゃないパターンも結構あるなと思っていて、疑った方がいいんじゃないかな。でももしかしたら明日来ないかもしれないですね。はい、残った村の方は頑張ってください。じゃあ天国ルームで村の行く末を見守ってください。それでは容疑者がゲームから除外されたにもかかわらず、再び恐ろしい夜がやってきます。各自行動に移ってください。カリウドか。じゃあ中島さん、あこんばんは。呼べが来ました。お疲れです。中島さん元気おこですか。いや、まあ、特に言うことはないです。でもこれグッジョブ起きるか見物ですね。俺よかった、俺よかった。わーい、すごい褒められてる。わーい、わーい。でも今日絶対岩尾さんはスケープゴート一致なんで噛まれないので、今日岩尾さんがグッジョブを起こした時どうなるか。まあ起こさなかったらそのまま終わりなんですけど、まあ、俺水原さんを噛むことないのかな。お、嬉しい嬉しい嬉しい。水原さん噛んじゃうっていう手はないですか。水原さん噛む、ありますね。水原さん噛んで黒を打つのは、ただ、うん、あ、はいはいはい、あでも水原さんってだって狼目線多重分かってるから噛まないでしょ。なんかまんないね。夢に噛むってのも、ただ、夢に噛むとかあるそんなの。水原さん、ね、岩尾がカリド使用してんの？終わったじゃん。使用して？なに、カリド使用してんの？あ、してるしてるしてる。え、終わった、終わった、終わり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 。ピー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 。夜ショートカットいいレベル。ダメだ。なんだよ。でも水原さん目線誰が人狼かわかんないんじゃない？いや、2人いるので、2人いるからダメ。そうかそうかそうか、そうだね、そうだね。これはもう全然無理。狼仕様は相方なんとかです。狼仕様は相方なんとかです。そうそうそう、あの5人だともうね、あのピピガシできない。めっちゃ褒められてるわ、うん、確定ピピです、ね、じゃあもうこれは次だね。ピピだって、うん、ピピか、みんなピピだって。やっぱね、まあローラやな。強かったローラや、ローラ。いや、でもね、あのね、でもこれ、このうちはあの3人のね、人外はきついよ。でも多かったの、あの3人はきつい。で、村中先生の出方がすごい上手い、うますぎる。ね、なんでご誕生さ信じてたとか言ったのあれ。だってマジやめてよ、あれ本当勘弁してよ。ちょっと同じ村人間なんすから信じてるバンで持ってるんだもん。やっしょ、占いでさ太鼓占いで出した瞬間信じてたって村中先生に言うとかさ、なんだこいつって思う。絶対持ってると思ってる役職。え、怪しいと思わなかったの？何か持ってると思わなかった？いや、俺だから普通にあの村中先生があの本当村っぽいと思ってたの。え、本当に？いや、思ってた。村中先生もうまいよね。そういうんで。じゃあ霊媒とかで出るのかなとか思ってずっと見てたら、横から水原さん出てきて、あれ違ったと思って。やばい、人外だと思って。僕の対抗も必ず人外だ、ね。うん。そうか、それは僕目線だ。そうか、そうか、いや霊媒しかないですもんね、ご誕生さん。で、霊媒で隣の人が出たから、あら？なんだこれ？まあ、あと。いい
水原さんのプレーが上手かったですね。上手いっすね。大根くんで自分の強靭アピーが。いや本当に本物だと思いました。完璧完璧強靭でした。で次に、まあ、五端子を釣って黒を出してなるべく占いを釣らないようにしましょう。水原さん視点は占いに狼が2人出てるので、分かる、霊媒結果黒打っちゃえば、ストップになりやすいので。本当だよ。いやいやもうそうね、水原さんの強靭プレー素晴らしかった、いや俺これ隠れてたら本当分かんないと思いますよね、見えてなければ。いやでも村中先生もちゃんとしたこと言ってんだよね、すごい理にかなってて、いやねすごいな、ちょっともう完全にやられたわ。いいプレー、本当いいプレーでしたね、MVP ですね本当に、ね、さすが諸悪の根源だわ、何度かね悪い笑い見てますからね。ボスが一瞬、潜伏狼の香川さんに気づきかけたんですけど、一瞬ね一瞬、じゃあちょっとあの呼び出されました、我々我々呼び出されましたので、さらさば、あれまだボスされてるから。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者は田中さんでした。天国ルームで村の行く末を見守ってください。それでは残された村人たちは本日も話し合いをしなければいけません。会議の時間は5分になります。それでは始めてください。水原さんの中で人狼でした。これ PP ね。いや違うよ、どっちが偽やから大丈夫。一郎のあ、だからどっちかが偽で一郎が残ってる。あーびっくりした。水原さん人狼誰だと思いますか。いや違うでしょ。今日だってオオカミガムちゃん連れてるんでしょ。あ、新郎郎があるのか。新郎郎か。三人出てます。それは新郎郎で言えばないな。香川さんと私と仲良くしましょう。うん。俺竹中さんでいいと思うんだけど。やそういうことね。ご主人様ですか。それしかないですね。あ、強靭だったんですね。いやボス、我々がバカでした。視聴者の皆様、申し訳ございません。申し訳ありませんでした。会議は村の総意で途中でやめることもできます。え、シンがガクちゃん勝ってこと。ご担じさんです。どっちがシンだと思いますか。私、大花さんからなんですか。いや、香川さんの狼だと思ったけど、村中先生がシンし、あれ、あれガクちゃんの香川さんしよかった。ずっとドキドキしてました。さあ、というわけで、ではよろしいですか、村の皆様。一応じゃあ一応合わせないとね、はい、そうですね、どっちが釣られたいか、そうですね、ちょっと聞いてみましょう。どっちが釣られたい、騙されたいかですが、いやもう水原さん釣りましょうか。うん、水原さんも釣りましょう。水原さんですか。え、子供に言うんですか。いや、ダメだもう僕でいいですわ、もう僕を釣ってください。はい、恥ずかしめの件は誠くんでいいです。はい、じゃあもういいですか、はい、人狼チームの勝利です。ありがとうございます。無料です。さあ皆さん戻っていってください。いや第三陣営強かった。水原陣営が強かった。人狼ローカー、あ、1個人狼ローしかないんやけどね。さあでは視聴者の皆さんはねもう役職知ってるんですが、出演者の方で改めてちょっと確認しましょう。じゃあまずは占い師は誰だったんですかね。はい、ボタンジさんでしたね。みんな怪しくて新井さんがいっぱい殴ってくれたんで助かりました。新井さんありがとう。本当にすいません。いや新井さんだけどすごく真っ当なこと言ってたから、超殴りすぎた。これはいいなと真中さんがね役職持ってるけど思ってたんです。思わず言うなし。さあさあさあ、そして本物の霊媒師の方。まあなんか前回も見たような気がします。デジャブやな。デジャブやったら、まあ水原さんのプレーがすごい良かったの、あと多分村中先生に聞きたいんですけど、水原さんが僕に来るって巨人確信したから追加してるような感じですね。まあそうですね、本当は出ない方が出ないっても全然ありますけどね、巨人を勝ってると思ったんですけど、まあ狼側が普通に分かったですね。まあすぎますよ。どうしました。いやもうしょんぼりしてた。さらって噛まれるしね。怖いから見なかったのに本当かよと思って。さあというわけでね、じゃあ騎士はまあもうね最後髪が、ちょっと黒、本当はもっといつも霊媒
レーラーを押すんですけど、うん、ちょっと黒く動きたくて、黒を打たれて打ってほしくて、ちょっと黒く動いた結果が、え、いや、しないのみんなで。なんでなんでってなったけど、まあでも、どっちか死んだろう、どっちか死んでやってくれるだろうっていうのもあって、まあ、そうしたら、どっちも偽でしたね。いや、ごめん、女なんか信じた俺がアホやったんや。本当だよ。お前はいつもそうなって泣かされてたの。ほんね、竹中さんはいつもゲス。竹中さんはごめんね、ゲス。なんなんちょっと失敗しましたね。いや、全般はちょっとまあいいよ。さあ、というわけで、超人が水原さんでしたね。そして、素晴らしい。いやー、これは強靭に俺ビンタされてたんか。ビンタされてた。確かに。もしかしたら割と切ってましたよね。確かに。割といつでもいい、何でもいい。でもあんまり仲間に入れちゃうと、まあまああれだったんで。結構切ってたなと思ったから。恐ろしいよ。病院せとは思わなかったな、あんまり。さあ、そして最後人狼が村中さん、香川さん、小山さんという仕分けでした。恐ろしい。いやー。いやー。それでは一戦目は人狼チームの勝利。どうする？へこみすぎだよ。どうする？まあ最後までもう一度ちゃんと死に言ってきます。竹中さんなんか反省してるんですか？かっこよく勝ちたいとかないから。一戦目は人狼チーム、そして水原さんが生き残っていたので第三勢力の水原陣営も勝利です。あ、じゃあこの辺勝利中。伊藤さんとボスも勝利。それはありがたい。それはありがたい。さあ、というわけで、本日3戦ありますので、では2戦目に移りたいと思いますが、また役職の振り分けなどがありますので、少々お時間いただきます。しばらくお待ちください。